まあでもこんな感じでね、今日ラジビをお届けしておりましたけれども、今日はですね、ラジビなんとですね、カメラの撮影されてるんですね。豊岡市楽団でございますルンルンテレビさんがですね、今日は、取材に来ていただいておりまして、地域情報発信番組ということでね、いろんな番組を撮られてるんですけれども、今回はですね、この FM 単語をフィーチャーしていただいて、ルンルンテレビさん、インターネットでルンルンテレビと、入力してください。そしたらですね、ホームページの方が出てきます。この FM 単語で、取材をしました内容は2月の17日の金曜日にお昼12時から配信で見れるようになってますということでございますので、ぜひぜひ、2月の17日の金曜日お昼からチェックできます。まあでもこちらルンルンテレビさんの方はバックナンバーの方もね、ございますんで、ぜひ、まあ、17日過ぎても、うわーちょっともう15日だな気づきや、うわ倒してないなと思っても、ルンルンテレビと検索していただきましたらバックナンバーございますので、ぜひぜひそちらの方をチェックしてください。ルンルン団子のブログの方とかにも詳しい情報をアップしておきますので、ぜひぜひご覧ください。ルンルンテレビさんというのはですね、京丹後市や、田島地区や丹波地区などなどですね、この北近畿の地域の情報をどんどんと発信していこうっていうね、番組趣旨になっておりまして、ですので僕も以前、去年ですね、豊岡の方で行われましたバスケット市っていうね、カバンの野外イベントがあったんですけれども、そこに MC で行かせていただいた時にもですね、ルンルンテレビさん来られておりまして、僕も、バッチリとですね、映像を収めていただいて、ほんまに感謝でございましたけれども、そしたらですね、今日は、ね、カメラマンの方が来ておられるんですけれども、ルンルンテレビのスタッフのトモさんからですね、なんとバレンタインのチョコをいただきました。今日はお会いできなくて残念です、今後ともよろしくお願いしますということで、ご丁寧にありがとうございます。しかも僕に届けていただきましたチョコレートはピーナッツでございます。チョコボールのピーナッツでございますね、ほんまに今度トモさんに会ったらもう食え食えって言ったろかと思います。いやー、このね、中身がきっと金のエンゼルなことをね、願っていきたいと思います。金のエンゼルだったら、じゃあトモさん中身分け分けしましょう。さあ、そんな感じでルンルンテレビさん、ぜひぜひ皆様チェックしてください。